マウントカーはかつて九州産業交通が阿蘇山の観光路線で運行していた特別設計のバスの名称である。マウントカー1964年10月、折しも東京オリンピックや東海道新幹線の開業などもあり、全国的に観光客が急増していた時期、九州産業交通では阿蘇中学加工の観光ルート開発のために、 阿蘇山ロープウェイの阿蘇山西駅と潜水橋、ロープウェイの加工東駅を結ぶ路線バスを運行することになった。しかし、かつ火山である阿蘇中学の河口近くでは火山弾が飛来する可能性もあったため、使用するバスにも安全上の対策が求められることになったため、特別な使用のバスが港湾製造された。蒸気区間を総称し、阿蘇ハイラインと呼んでいた。 麻生山西駅加工西駅、ロープウェイ4分110円加工西駅加工園徒歩、麻生加工東加工園18分100円ロープウェイに、接続して8時30分17時まで運行麻生、加工東麻生山東駅、ロープウェイ6分200円初代のマウントカーの特徴は、以下の通りである。なお、運行開始当初は、マウントカーの製造が間に合わず、 通常のバスの駆動軸のみを二軸に改造した車両をマウントカー代用として走行させていた。1969年に増備された車両は通常のバス車両をベースにしており、さらに1977年に最終増備された車両は三菱 MP117M をベースにした車両であった。いずれも全軸駆動ながら後輪一軸で足回りに関しては、 通常のバスと同様の外観であったが、車体は初代の車両と同様、窓周りのカバーが異様であった。マウントカーが走行する道路は、マウントカー専用道路で、一般車両や歩行者の立ち入りは禁止されていたこともあり、高涼とした溶岩地帯を走るバスは、観光客からは好評を博し、観光シーズンにはマウントカーはフル稼働となった。特殊仕様のバスゆえに、 台数は少なく、バス十数台を連ねてくる修学旅行客の対応には苦労したという。1970年代後半に、阿蘇中学の火山活動が活発化した。1979年9月6日に、阿蘇第一火口が爆発した際には、死者3人、負傷者11人を出す大災害となった。この時、ロープウェイの火口東駅舎にも被害が出たが、 駅舎は爆風によりガラスが吹き破られ噴火に備えて重厚に作られていた厚さ25センチメートルの鉄筋コンクリート壁にも火山弾により穴が開いてしまったほど激しいものであった。これほど激しい噴火災害は1958年6月24日に死者12名、負傷者28名を出して以来のことで、それはマウントカーの運行開始前だった。いかに、 マウントカーが通常のバスと比較して強度があるとはいえ、この規模の火山爆発事象に対しては無力に等しく、観光客の安全を確保することはできなかった。その後も火山活動は活発な状態が続いたため、1980年には路線は廃止され、マウントカーが通行する道路も通行禁止となった。廃止後の車両はほとんどが一般路線車に改造されたが、 最終増備車の1977年式の MP117M は後に中扉増設後、多摩名営業所へ配置し熊本多摩な線で晩年、過ごした。改造後の外見は、一般路線車両と全く変わらないスタイルであったため、かつて当車両が、阿蘇山加工近隣を走っていた、マウントカーだったことを知る者はあまりいなかった。その後、すべて廃車となっており、現存、保存車両はない。 2004年3月に、阿蘇中部山町村合併協議会がまとめた、阿蘇中部山町村合併に係る阿蘇市建設計画においては、地域別ワークショップで挙げられた取り組むべき課題として、潜水橋ルートの2車線化とマウントカーの配備への言及があった。また、合併後の阿蘇市の阿蘇市総合計画においては、素案において現在利用されていないマウントカー道路を再利用した、 西口駅と東口駅の連携が挙げられていた。しかし、2011年3月に決定したアソシ総合計画では、マウントカー及びマウントカー道路への言及はなくなっている。ありがとうございます。